こんにちはジャズドラムの黒田です、えー、やっぱり速くならないダブルストロークが速くならないということでレッスンをわざとわざ受けに来てくださった方がいたしなのでその時にお話しした話をしますねスティックをこうダブルでやっている時にまあ大概の人は二つ目を握り込んでいますその人もまあそうだしもう下手すると一個目も握り込んじゃってるじゃなくてこうバウンスさせてるだけなんですねであともう一つこう右手がこう こうならない間に左手が下がってて結局下がるから結局また上げなきゃいけないまた落とさなきゃいけないというやっぱり予備動作がすすごく増えてしまうんですねだからスティックっていうのは叩いたらもうここで待ってる次のこうどういうパラディドルであってもシングルであってもそうするとこうどういう手順であっても僕は昔よく先生に練習するときにこうやって言われたのがこうスティックがねこう,こう胸にこうこう当たってる状態。 でここから叩いたらほうでダブルだったら2つ叩いたら反対になるでずっとこう当たってすごく早くはできないですけどこれをちゃんとメトロノームに合わせて練習するとパラディドルもこれはおすすめですねここに当たってるかどうか確認できるんでゆっくりで自分がそのちゃんとスティックを返せてるかどうか。 あとはここによくスティックを乗せてこう叩く練習ね両方そうするとここが結構その人もそうだったんですけどここがこうすごく動くんですねここから叩いちゃうでスティックっていうのはまあ僕の考えなんですけどこう関節が123で肩の4で 1と21の補助に2が入って12の補助に3が入って12の3の補助に4が入っていくっていう動きなんですねスティックがこう大きく振幅するのを助けるために4321っていうのが入っていって1が基本。だから2ぐらいまでは動いていいと思うんですけどジャズなんかの場合もシンバルレガートなんかもここを振るなんてすごく言われましたね。 すごくやっぱ縦乗りになってしまうので。というふうに考えてもらうといいと思います。これおすすめですのでぜひ練習してみてください。以上でした